一気ぽんカレー一気ぽんカレーは、鹿児島県一気串木野市で販売されている、ご当地、カレーライス。2005年、串木野市と一気町が合併して、一気串木野市が発足。合併を機に、新しいご当地料理を作ろうと、旧一気町の飲食店5店が、一気飲食店連合組合を、結成。2006年5月から料理の開発を、開始した。最初は、一気町で取れる。 ちりめんじゃこを使った丼を考案したが、同様の料理は全国にあり、インパクトに欠けるという理由で断念。代わりに考案したのが、地元で60年以上にわたって生産されている、ポンカンを使った料理であった。すでに旧串木野市では、串木野マグロラーメンという料理が誕生しており、ラーメンに対抗できる国民食として、カレーを選定。 市内のポンカンのピューレを使ったケーキを作っている洋菓子店に協力を依頼して、ポンカンのピューレを使ったカレーを作ることになった。最初は、ピューレとカレーの配合割合に苦労したが、数週間の試行錯誤の後、絶妙な割合を発見、苦味を抜くための独自の調味料を加えることにした。2006年10月の一菊式の尽くし産業祭りで初披露。祭りでは、 計千五5 0食を売り、マグロラーメンに見劣りしない人気を集めた。その後、各店で豚バラ肉やチリメンジャコを使ったコロッケなどを具に加えたり、カレーうどんにアレンジするなどして販売を開始。同年2月には、鹿児島県の百貨店の物産店に出店、連日完売する人気を見せ、これに注目したコンビニチェーン店が4月から期間限定で鹿児島県、 宮崎県のチェーン店でカレー弁当を販売することになった。2011年には鹿児島県立一期農芸高等学校の生徒が考案した一期ポンカレーを使ったカレーパン、一期ポンカレーパンを期間限定で鹿児島県、宮崎県のファミリーマート288店で販売した。ありがとうございます。